サルトリーバラは、サルトリーバラカシオデ属に分類される、多年生植物。別名は、ガンタチーバラ、カカラなど。茎には、トゲがあり、秋に赤い果実をつける。地中に肥大化して横たわる根茎があり、薬用にされる。和名サルトリーバラの由来は、ツル性の茎には、トゲがあることから、これではサルも思うようには動けないという意味で、 この植物の小枝が絡み合って、鋭い鍵ギ爪がたくさんついていて、猿が引っかかりそうな感じがするので、サルトリウバラの名がある。漢語で、と書く。別名、ガンタチイバラ、カラタチイバラ、カカラ、カメイバラ、コバンの木、サンキライなどとも言う。東アジアに分布する。日本では、北海道、本州、四国、九州、沖縄までの範囲に分布する。 山野や丘陵の林園や林内などに自生し、火が当たり、水はけの良い場所を好む。私有遺種の鶴製の落葉半定木。根茎は、固く屈曲していて、横に張って太い。茎の長さは70センチメートルから数メートルで、根元は太いが、緑色の枝は細くて、たくさん分子し、鶴状に伸びて、棘と巻きひげで絡まって、矢部を作る。 高さ2から3メートルほどになり、棘がある茎は硬く、全体が緑色で紫褐色が混じり、這うように伸びて節ごとに、ジグザグ状に曲がって枯れた、傭兵器部が残り、他の低木の枝から枝へと絡みつく。茎には、毛がなく、硬い棘が、所々まばらに生えるが、しばしば棘がないものもある。茎断面は、いかんタバコンが散在する。 葉は五生し葉心の長さ3から12センチメートルの円形から、高卵形、または高大円形で、基部は丸く、葉先は尖って突端が少し凹んでいる。葉は、端軸を中心にやや折れ曲がっている。葉質は、角質で硬く、前円で表面には、光沢があり、くっきりした3から5本の葉脈が入り葉の先端で合流する。葉平は短く、 咲くの先が変化した巻きげは、一体ずつついて、長くなって絡みつく。新芽は赤みを帯びて、葉が大きく成長するまでは、船の穂のように立ってつき、目立つ。牡蠣は初夏。新葉と共に、溶液より家計を出して、三型牡蠣を伸ばし、炭鉱緑色の多数の小花が集まって咲く。花の六枚の花皮片は、先端が反り返る。 お花には、オスシベが6本、めばには、脂肪が3室、中等が3本ある。果実は、液化で、直径7から10ミリメートル程度の球形で、3型果樹につき、秋に熟すと赤くなってよく目立つ。表面は柿や、ブドウのように、無害な白い粉が入る。冬になっても赤い果実がくすんだ色になって残ることも、ある。一つの果実には、 種子が5個前後入っている。種子は、長さは4ミリメートルほどの大きさがあり、東卵形高大円形、球形など、さらには、平らな面があったり、鈍い見ささぎがあったりと、様々な形のものがある。東卵形で、高子色をした、ガリン一枚に覆われており、節の残った、洋兵器部に包まれている。ルリタテハの幼虫が食草とするほか、 二星をのミハムシも食草とする。秋に掘り上げて日干し乾燥させた根茎は薬用に使われ、利尿、下毒、皮膚病に効果があり、リウマチの体質改善に役立つと考えられてきた。漢方では、と呼んで、膀胱炎や腫れ物に治療薬として使われる。民間療法として、お出きニキビ、腫れ物などに、 乾燥根茎いた治療を10から 15g を水 200cc でとろびにて半量になるまで煎じ3回に分けて服用する養蜂が知られている若葉は5から6月果実は10から11月頃に採取し食用にできる若葉は軽く茹でて水にさらしおひたしや和え物炒め物などに調理される赤い果実はそのまま生殖したり 焼酎に加糖を加えて漬け込んで、果実酒にもできる。四国地方などの西日本の地域では、葉で菓子や菓子餅を包む風習もある。紀州や中勢地域などでは、サルトリーバラの葉で包むので菓子餅とは呼ばず、五郎白お餅や、菓子は饅頭と呼ばれる。かつては、葉を乾燥させてお茶代わりに飲んだり、タバコに混ぜたりしたと言われる。園芸用では、 庭園の典型機に使われたり、赤く熟す果実は、水分が少ないため池花に向いている。繁殖は、秋に赤く熟した果実を潰して取り出した種子を、水洗いして保存し、3月頃に破種する。中国では禁煙種の産季来も自生する。サルトリーバラは、中国の何にあたる植物なのか種々の説があり、土、福礼、などとされる。 中国の三ライの代用品として和の三ライとするのはサルトリーイバラの根系である。エペジー体系とクロンキスト体系ではサルトリーイバラ科に分類されるが古いエングラー体系ではユリ科に含まれていた。ありがとうございます。